どうもサトチ,ンチャンネルでございます、えー、楽天モバイルで無事にですね、全本号を、えー、2280円だったかな、えー、まあ、激安でね、ゲットできたんですが、えー、今回私はですね、音声通話プランで申し込みました。データではありませんね。ところがですね、えー、あの、まあ、音声通話申し込んでですね、合わせて、 えー、スーパー放題。ね。今話題の楽天スーパー放題のプランを申し込もうと思ったらですね、ちょっとザララララララら,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 らと見るとですね、なんと、えー、はい、こちらにいます。ベーシックプラン3.1 4プランとまあ、ザラッとありますけども、つまりですね、えー、スーパー放題のね、プランで申し込みができないんですよ。なんと。ね困りましたね。というわけでですね、私今回は、まあ、ベーシックプランを、 契約してね。音声通話 sim を使っていこうかなと思っております。まあね、sim の方はえっ、ー、とね。初月無料ということなんですよね。こちらね。はい、えー、なので、まあこの sim はねえー、ま、母親の契約しているフリーテルのね。 あの、使った分だけ安心プランの音声通話シム。これをね、強制解約して、えー、これとね、交換しようかなと思っております。もう恐ろしいことを計画している息子ですけどね。えー、というふうなことを考えているところでございます。はい。えー、てなわけでね、ま、今回ね、楽天スーパーセールでスマートフォンを買ってね、え、音声通話プランでスーパー放題を合わせてね、契約しようかなと、検討している方、ご注意ください。 できません。<laughs> できません、えー。ただですね、まあちょっとわからないのが、あの、スーパー放題はね、この後、えー、っと、えー、っと、いろんなね、従来のプランを広げていくという計画でですね、えー、冬から移行できるというようなアナウンスもあります。まあ実際ね、具体的にどのような風に移行できるかどうかはわかりませんのでね、 えーまあ、その可能性に期待して、えー、契約するっていうのもありなのかなはいと思います。とはいえね、ベーシックブランってね月額1250円なんですよ。音声ツアーがついてね。で、200kbps の定額無制限なので、まあ、これはこれでね、ありかなと思ってるところです。まあ、フリーテルはね、やっぱりね、低速通信がちょっと遅いので、まあ、999円でも、うーん、ちょっとなーっていうのがありますのでね。はい まあこの機会にね、ちょっと楽天モバイルを使ってみようかなと思った次第でございます。はい。というわけでね、私この後ね、えー、まあオプション選択とかアクセサリーの購入とかね、えー、情報入力してね、えー、この、うん、ベーシックボラン覧、えー、契約していき,い,いきたいと思います。はい。というわけでね、全本号届いたらまたね、動画にしていきますので、楽しみにしておいてください。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。